ったら引退しなきゃいけないとか、なんかそういうきっかけみたいなのを考えるときってありますか？やっぱり21世紀を代表する会社にするっていう掲げてる以上、それに対する挑戦心を失ったときっていうのは、やっぱり自分が身を引いてもっとチャレンジできる若手に引き継ぐべきだと、まあ、若手じゃなくてもいいけど、まあ、そういう意欲がある人、今のところ意欲は失っていないというのが、まあ、今真っただ中みたいな。ちなみにご子息がいらっしゃるんですけれども、はい、4歳まだ小さくいらっしゃいますが、ちょっとその世襲みたいなのをお考えになりますまあ宮川さんは一番こう分かると思うんだけど、うちの会社はその世襲みたいな空気が全くないというか、その藤田商店館みたいなのが全くないと思うんで、まあ考えたこと知らない株主の方や投資家の方から見ると、ちょっとそこは聞いてみたいところかなと思う。やっぱ会社によってはその人の個人会社みたいな感じで、まあ、それが良いところにつながってる会社っていっぱいあるんで、まあ、それは世襲でいいと思うんだけど、うちの会社もなんか全くこう想像すらできてます、ね、ちなみにご子息が就職先に選ぶとかそういうことがあった時に賛成されますか？就職先にサイバーエージェントですか？はい、そういう就職先として入る会社としてサイバーエージェントいい会社だと正直に思っているんだけど、まあ、この活躍の機会があるとか育成する体制を作ってきたから、まあ、それでもやっぱ藤田進の息子として入ってくるのはやめた方がいいと思います。ちなみに今現在従業員も8000名近くになってきてるんですけれども、今後もう少しは5年10年よりももう少し先のイメージで、サイバーエージェントがどういう企業になっていきたい、まあ、どういう企業にしていきたいみたいなところがあったら教えてください。基本的には、まあ、雇用をたくさん生み出しているということは、まあ、誇りに思っているんですけど、やっぱりもともと規模、売上も大きく社員数も大きい、そういう会社を目指していく、まあ、そうじゃない価値観というのはあるのもちろん重々承知なの上なんだけど、やっぱり世界的に事業を展開し、まあ、従業員も 何十万人もいて、社会的にも大きな影響力という会社を目指しているので、まあ、社員数は確かにもう8000人って聞くと実感がないのでびっくりするんだけど、まあ、たくさん社員がいる会社にしていきたいと思っています。まあ、ちょうど2018年の10月に改めて CA8 という、まあ、常勤取締役の方の2名交代制度の、まあ、実施の時期になってきますけど、まあ、取締役の方にこう求める、社長が求める役割みたいなところはどういうところでしょう？まあ、これはその取締役になると意外と安泰になって働かない人っていっぱいいるんですよ。それは日本中のたくさんの会社でいいんだけど、サイバーエージェントの場合、この CA8 で2年に1回2人入れ替えてきたことで、取締役がものすごく働くようになる、一生懸命ハードワークする。これは会社にとっては非常に大きなことで、上の方の人がすごく一生懸命働いてると、まあ、社員はモチベーションも上がるし、やっぱり自分も頑張ろうという気になる、会社全体が活気づく。それは今サイバーエージェントなし得てる状態にあるので、もう今誰も外したくないっていう状態が毎回続いているんだけど、それでもやっぱり若手を育てようと思うと、そういうキャリアを、まあ、踏ませるというか、取締役にさせることが、まあ、人の育成になるので、まあ、その、まあ、両方で、まあ、悩んでるという感じです。最後なんですけれども、改めてこれからも応援していただく株主投資家の方に一言メッセージをお願いできたらと思います。これは株主投資家のたびに、同じことを繰り返してるんだけど、サイバーエージェントは中長期で会社を経営していて、まあ、簡単に言うと中長期で、株主に喜んでもらえるように、会社を経営しているつもりなんで、投資も中長期でお願いしたい、ということで、まあ、一度取得したらなるべく長く保有し続けていただきたいと思います。